なんてことだ。途中まで喋ったのに、消してしまった。さあ、やり直し。5分ぐらい喋ったのに。わけありダイエットウォークのまこねです。まだちょっと咳込んでますけど、まあ声はね、ちょっとまだ鼻詰まりって感じだし、まだね、痰が絡むって感じなんだけど、体調はもうほんと、ほんとね、首から上、の、いや、喉から上だな。そう、首だね。首の下、喉あたりから上の方がちょっとまだ、ちょっと風邪っぽいなって感じがするけど、それ以外はね、ものすごく元気。今日も、10キロのウェイトチョッキを、そう、ベストを着て、どこどこ片道3、40分歩いて、職場に向かってます。うん。で、今日はですね、機動戦士ガンダムの話をしようと思ってたんですけど、もしかしたらヤマトの話になっちゃうかも。どういうことかというと、私ね、今日もすっごいね、なんかちょっと前までさ、寝れないって言って、もう5時間ぐらいしか寝れないんだよね、なんて話をしてた気がするの。してきた気がするんだけど、なぜかね、この3日、いや、風邪ひいて、寝るのに体が慣れてきたのかな。そう、なんか今日は10時間ぐらい寝た。そう。まあ、寝ると気持ちいいよね。そう。うん。だからたっぷり寝て、本当に体調悪くないの。そう。まあそうなんだけど、その中でね、なんでかわかんないけど、まあ、深夜ずっとさ、なんか寝てる間ずっとさ、ガンダムの、機動戦士ガンダムの、宇宙世紀の中の、テレビシリーズとか、映画の中で出てた、モビルスーツ、各シリーズごと、最強銃みたいな感じの、まとめ動画を、がずっと流れてたのね。私が途中でなんか再生ボタンを押したのか、なんだかわかんないけど、とりあえず流れてて、もう、後半、多分ね、12時、1時、2時ぐらいから、起きる4時ぐらいまでずっと流れてるわけ。で、まあ夢の中で半分寝ながら、まあ聞いてて、ふむ、なんて感じで、まあ見てたんだけど、聞いてたような気がするな。あんまりよく覚えてないけど。そう、まあ、それで、なんか今日はガンダムの話がしたいな、なんて言ってたんだけど、ちょうど昨日さ、昔の作品をね、愛するあまり、今の映画を、なんだこれ、みたいな感じで、平気でコメントとかにね、残してる人結構いらっしゃるじゃないですか。そう、例えば、機動戦士ガンダムの、まあ、ファーストシリーズが、あんまり愛するあまり、後のガンダムはもうクソだみたいな、今のガンダムはガンダムじゃないみたいな、いう、まあ、人って、まあ、結構いらっしゃいますよね。まさに大昔から、なんだ、ね、エジプトの時代からね、エジプトのピラミッドの時代から、そう、今の若いもんは、みたいな感じの文章が残ってるっていうお話も聞いたことあるので、まあ、まあそういったもんだと思うんですけど、まあ過去の作品は過去の作品で思い入れが強いのはまあいいですけどね、時代が変わって表現の方法も変わって、見る側もテレビの仕組みも作品好きの環境も変わってきて、まあ、その上で、今の最高クオリティのものを作ったらこうでしたっていうだけなわけで、過去がどうか今がどうかっていうのをわざわざ比べるものでもなく、それをわざわざ、言葉に残してコメントに書くって超ダッセーと思って、この人超ダッサって、本当になんか、汚いものを見るような目でそのコメントを見てしまう、まこねです。まあ、そんな中なんですけどね、まあ、たまにね、お話に出てくる、私のね、友達の50代の女子の、ガチオタク、ガチアニオタのお姉さんなんだけど、そう、まあ、どうなんだろうね。みんなはみんなそうじゃないと思うけど、
まあ、彼女はアニメのストーリーよりもキャラクターのこの人間性とか個性とかかっこよさっていうのがまあ重要なのよ、彼女にとってで、その次がアニメのストーリーだったりするわけなのね。うん。で、私はどっちかとストーリーが優先なの。そう、だからまあ絵が嫌いでも、このキャラクターのこの絵は嫌いですみたいなのでも、ストーリーが面白ければまあまあ見れるのよ。うん。で、彼女はストーリーがものすごく残念でも、まあキャラクターが、まあ、魅力的ならまあいいかなと。まあ、そういったような違いがあって、そう、まあそこはね好みなのでなんで話なんですが、そういう彼女はね、宇宙戦艦ヤマト、これも旧作とリメイク版がありますよね。そう、彼女は宇宙戦艦ヤマトね、ギリギリリアルタイムに。リアルタイムで見れてた世代なのよ。そう。まあ、全部が全部とは聞いたことないけど、まあ、年齢からすると、そう、多分テレビで見てたとしたら、まあ、1からね、テレビで見てた可能性あるよね。年齢的に。1が1974年でしょ、私と同じ年だから。そう。で、私がね、宇宙戦艦ヤマト、リアルタイムでテレビで見たのは、ヤマト3ぐらいだよね。そう。2は、テレビで見た記憶っていうのは、随分後になってから、リメイク放送されてる時に見たかな。まあ今のリメイクシールじゃなくて、リバイバル放送されてる時に、旧作のね、ヤマト2がリバイバル放送してる時に見たかなって感じで、もう、それまでは、さらば宇宙戦艦ヤマトの映画の世界しか知らなかったみたいな。そう。で、私がね、記憶があるの中で、宇宙戦艦ヤマトの最初のシリーズの、まあ、まとめ映画みたいな、を映画館で見た記憶があるんだよね。お父さんに連れて行かれて、2回ぐらい見た記憶があるんだよね。で、さらば宇宙戦艦ヤマトもお父さんに連れて行ってもらって、まあ映画館で何回か見た気がするよ。それもなんか2回か3回見た気がするんだよな。ほんで、新たな夏日たちがテレビでやってるのを、まあ、見たな。そして、そして、なんだ、ヤマトとオトアミを映画館で見たな。そう。そんで、ヤマト3は、弟が幼稚園だったの気がするんだよな。で、私は小学校2、3、2年生ぐらいだったと思うんだよな。まあ、それで、そう。テレビで、まあ、うちビデオがもうあったから、まあ、店をで撮ってもらいながら、毎週ヤマト3を見てたっていうのが、まあ、私のヤマトが見てた歴史なんだけど、まあ、正直、そう、私もすっごいヤマト好きだった。私はね、ちっちゃい頃から、そう、機械とか、のデザインを見るのがすごく好きで、そう、好きだったんで、そう、だから、そういうの見ながら、宇宙戦艦ヤマトっていうか、ヤマトっていうよりもね、私はね、ガルマンガメラスの世界観にすごくね、ときめいてたらしい。まあ、それでさ、うん。あ、太陽が昇ってる。まあ、それで、もう、その、彼女、そう、お姉さんね、50代のハンタクの、お姉さんは、古代くんが大好きで、そう、旧作の古代くんは好きだけど、新作の古代くんは嫌いだから見ないって感じで、じゃあストーリーはって言ったら、見てないからわからないみたいな。出ました、ザ・女子の発言みたいな感じの。それで、まあ、まあ、そういう人もいるんだなぁという話を、思ったことがありました。うん。まあ私はね、まあ、キャラクターも好きだけど、ストーリーがっていうところだから、まあ、あまり、
うん。あ、そうなんだ、みたいな感じで。まあ、女子のあるあるだよね、なんて思うぐらいに、思って、サクッと正直するしてたっていうのが、まあ、言ってんところ。うん。まあ、そういう人もいれば、そもそもさ、旧作の、私はね、まあ、絵の好き嫌いっていうのは結構あってさ、そう、まあ、私個人的にはね、まあ、今のね、アニメ見慣れてると、やっぱり旧作のアニメってさ、ちょっとね、そう、ちょっと今の表現とは違うな。絵も表現も違うじゃん。そう、だから、まあなんか、ちょっとね、なんだろうな、みたいな。橋降りすぎみたいな、とか、そこは、まあ昔のアニメは今のアニメはね、結構親切じゃない。細かいところもさ、描写してあって。そう、わざわざ考察させて、わざわざ答えを導き出せるような感じの作りになってるじゃない。まあ、ワンピースしかり、コナンしかり。そう。でも、昔のアニメはさ、設定はあっても、そう、そこまでね、描かれることがなくて、まあ、作り手たちが、まあ、そういう設定があるってことを分かってればいいみたいなものが多かったから。まあ、それが多分徐々に考察されるようになって、アニメは、いろんな形のアニメファンが増えていったんだと思うんだけど、と思うと、まあ、ガンダムもね、そうだけど、ヤマトもそうだけど、まあ、旧作を今見ると、ものすごく穴だらけでさ、うん、ここはどう考えればいいのみたいな、大人目線で見ると、なかなかちんぷんかんぷんな話をね、そう、もちろん表面上はそんな難しくないんだけど、うん。そう。まあ、その中でね、私は小学校低学年の時に見てた私が、宇宙戦艦ヤマト3、まあ、工業的にはさ、もう、大撃沈だったみたいだね。そう。で、50話あったシリーズが25話に完食されてなんていうのは、まあ、ヤマトファンの中では有名な話らしいんだけども、私はさ、実は最近までそれ知らなくて、え、そうだったの?みたいな。あら、残念だわ、みたいな、に思ってたし、まあ、ガンダムもね、全何話だか忘れちゃったけど、なんか10話ぐらい短縮されてるんだよね。もうガンダムも、まあ、ガンダムはもしかして短縮されてよかったのかもしれない。短縮されなかったなっていう話を、まあ、そって見てみると、いや、もしかしたら短縮されてよかったのかもよ、みたいな感じだったし。まあ、ヤマトは、そう、3は、どうなのね、なんか、こういう話が予想されたっていうか、企画されたっていうのを聞くと、まあ、ヤマト3は、短縮されなかったらな、どんな話になったんだろうっていうのを、ウキウキするけど、うん。まあ、今みたいに、まあ、不遇な、ヤマト3よりも、もっと壮大な物語になってたんじゃないかなと、勝手に妄想してます。まあ、その中でね、今のリバイバル、2199から始まった、ヤマトのリバイバルシリーズって、結構前倒しでいろんなのが出てくるわけよ。うん。ヤマト3になって初めて出てきた、キャラクターとか、星間国家とかが、もう、前のシリーズでちょろっと出てきたりとかして、まあ、宇宙はもっと、複雑よみたいな、人間関係も複雑よっていう感じの、まあ、作られ方してるの、まあ今風だよね、うん、いろんなキャラクター出てきて、まあ、総監督のね、福井康隆さん、監督の福井康隆さんと、まあ、私はまあ年齢もそんな離れてないから、多分5歳ぐらいしか離れてないんじゃないか、彼らの、お話を聞いてると。そう。何歳かわかんないけど。うん。まあ、それで、聞いてると、まあ、今風だよね、みたいな。だからさ、私は、
ガンダム Z オリジンを初めて、ね、小説で読んだのよ。小説読んだときは、まあ、結構衝撃的だったもん、正直。うん。そう。で、小説で読んで、まあ、漫画で見て、アニメで見てみた。まあ、とりあえず、G オリジンじゃないや。G オリジンじゃないや。あれ、ガンダムユニコーンだ。ガンダムユニコーンを、私ね、福井さんの作品を初めて見たのはガンダムユニコーンなんだけど、ガンダムユニコーンを小説で読んで、で、アニメで見て、そう、で、テレビ版も見て、みたいな。まあ、一通り見たけどね、ほんとね、ほとんど記憶に残ってない。まあ、過去の設定をすっごく大事にし、過去の作品に対するリスペクトをしっかり持った上で、なんかな、まあ、福井さんってまあ、バランス取るのが上手よね。そう。で、テーマに、をどんと突きつけてくるっていうかな。そう、テーマをずんと突きつけてきた上で、過去の作品とバランス取りながら、新しい問題定義をゾンって出していくような、まあ、なんていうかもな、そう、まあ、生っ粋のクリエイターって感じだよね。エヴァの、あの方とはちょっと違うさ、全然違う才能だわ。まあ、どっちが好きかっていう、まあ、話はちょっとできないけどね。そう。私は、そう、エヴァの河野監督はね、河野監督が、まあ、年齢とともにだんだんつまんなくなってきたなっていうのは、正直なところで。うん。そう。なんだろうな。なんだろう。年を重ねて、だんだん残念なアニメーターになっていくっていう人が結構いらっしゃると思うんだけどさ。そう、まあ、私の中では、押井守監督だとか、そう、今のね、監督とか、まあ年齢を重ねるごとに作品を作れば作るほどいい。あと、まあ宮崎駿監督ね、作品を作れば作るほど、もうピークからちょっとずれちゃって、残念ね、みたいな方が、まあ多い気がする。まあそれはまあ大人の事情でいろんなところの話を聞かざるを得なくなっていくっていうことなんじゃないかなと思うんだけど、ああ、そう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 、そう。新海誠監督もね、もう新海誠監督の映画見たいなんて思わないもん。うん。のピークを過ぎて、そう、その皮を破れるかどうかっていうのはさ、まあ日本も世界もそうだけど、まあね、アニメファンのアニメ監督は親がしてるから、うん。そう、ダメなものはダメだって。まあ、ガチファンはね、ダメでも、そう、まあ、一人一人にとっても見てれば、私はライトファンだからさ、ライトファンにしてみれば、ダメなものはダメだし、いいものはいいしっていうところでさ、うん、まあ、まあ、年齢とともに、ちょっと残念な作品が多くなってくるアニメ監督は、まあ、いっぱいいらっしゃいますね。うん。まあ、それは、まあ、大人の社会の、忖度の中で、書ききれない部分がいっぱいあるんでしょう。と、私は理解してます。うん。まあ、そういった中で、そう、宇宙戦艦ヤマトの話に戻るんだけど、いやぁ、ウエイト重たいわ。宇宙戦艦ヤマトの中に、シャルバート星ってのが出てきて、まあ、ヤマト3の中にシャルバート星ってのが出てきて、まあ、それはね、過去に、銀河銃を荒らしまくったという、まあ、石棺国家なんだけど、今はもう、もうそういうことの過ちを知り、もう無抵力の、何されても抵抗しないっていう主義の、国として、ひっそり、生きてるというような、空間の中に星を移動して、空間の中で、ひっそり生きてるっていう、過去のはこういう感じだったけど、みたいな感じのストーリーで、まあ、出てきてるの。そう、シャルバート星の、
完全無抵抗の平和主義というのに、私はね、ちっちゃい頃、ほんとね、ときめいたのよ。そう。うん。平和ってこうなんじゃないかなって。そう。うん、それはさ、多分ね、宇宙戦艦ヤマトのリメイクシリーズの、大きな大きなテーマなんじゃないかな。そう、まあ、昨日ね、ちょっとね、寝る前に、私はさ、なんだかんだアマゾンでさ、2119のシリーズの、DVD っていうか、まあ、コンテンツ、みんな買ってるわけ。歴代のコンテンツ。うん。だからまあ、いつでも見ようと思えば見れるんだけど、まあ2199って、2022の、まあ最後の方、2202の最後の方を、ちょっとね、見直してたんだけど、うん。なんか、宇宙戦艦ヤマトのリバイバルシリーズは、もう、宇宙戦艦ヤマト自体がね、まあ、最終的には、平和って何だろうっていう、テーマで作られてるものなのかなっていうのを、なんかね、急に昨日、ふっと思ったのね。まあ、今まではね、各作品ごとに、例えばさ、ヤマト2とか、まあ、2202も、まあ、愛がテーマとかやれたしさ、まあそうなんだけど、でも、よくよく見ていくと、まあ、ワン、ツー、スリー、まあ全部含めて、旧作も新作も含めて、まあ最終的に、戦う、戦わない、まあ平和とは何かっていうのが、まあヤマト全体の、まあテーマなんじゃないかなっていうのを、昨日ふっと思ってね、そうした時に、まあ私がね、やっぱ、それこそ、7歳とか、6歳とか7歳の頃に、すごく感銘を受けた、そのシャルバート生の考え方っていうのは、まあ、究極の一つの答えではあるのかなって、ふうに思うのね。うん。そう。ね、古代は、そう、その、究極のさ、やっぱシャルバート生に関係なく、究極の平和と、でも、究極じゃない。生きなきゃいけない。生き続けるしかない。そう。みんながみんなその究極の平和を求めてるわけじゃなく、究極の平和を理解して求めてるわけじゃなくて、大多数はその究極の平和を理解できないわけよ。自分が可愛いから。そう。うん。だからその、自分自身をさ、守るために、今の自分を守るために、多くのものを、いや、すべてを犠牲に、多くのものを守るってことが大前提で、そう、そういう、守るものを、守るためには、場合によっては引き金を引くっていうのが、まあ、民主主義の大前提じゃん。うん。そう。だから、民主主義の大前提はさ、そう、自分のために相手に身を引いて、そう、結局、限られたお金の取り合いをしてるっていうのが民主主義なわけで、それはまあ、お金の取り合いをしてるじゃいいけど、お金の取り合いの果てに、殺し合いも起こってしまうっていうのが、まあ、世界の現状なわけじゃん。そう、まあ、それに対する、なんかしらの、なんだろう、答え合わせというか、まあ、意見のぶつけ合いみたいなのが、まあ、宇宙戦艦ヤマトの、新シリーズの、まあ、大きなテーマなんじゃないかななんて、昨日ね、久しぶりに、2202を見直しながら、思ってたわけよ。ああ、思った。まあ、それで、まあ、その、ヤマト3のシャルバート星の話に戻るんだけど、まあ、結局ね、あれは、シャルバート星が、ボラー連邦がシャルバート星に、進行してきて、結局、ガルマンガルミナスと、地球艦隊、まあ、ヤマトが、まあ、撃退して、
まあ、シャルパート制は守られるって話なんだけどさ。そう。でも、それはシャルパート制の正義だったのかな。そう。シャルパート制が守られることが正義だったのかなって言ったら、いや、そうかっていうふうに思うわけよ。そう。まあ、そんなね、ことを、まあ、子供心に見ながら、思ってたっていうのを、なんかね、言葉に残しておきたくて、うん。今日は、そう、話してました。うん。咳は出るけど、喉が痛いのは治ったの。なんかこういう日はね、なんか、そう。まあよく寝すぎて、頭が動いてなくて、もう何もしたくないモードの日ってあって、こういう日はね、仕事行くのかったらいいなとか思うんだけど、まあ、あと100メートルもしないうちに職場なので、そう、まあ、今日はここら辺にしたいと思ってます。今日はですね、宇宙戦艦ヤマトの、まあ、思い出話、なんかをしてきたんですけど、まあテーマとしては、もう、そう、結局、民主主義って殺し合いだよねっていうところかな。そう、を、まあ私は思ってるんだって、そう、って思ってます。はい。うん。そんなわけで、まあ、これでした。また明日。今週は明日までなので、まあ、なんだろうね、スプーンだけはしっかり配信してるあたり。そう。じゃあ、バイバイ。